自宅で飼っていた犬一匹を怪我をしているにもかかわらず適切に保護せずに衰弱させて虐待したとして宇都宮市の73歳の男が逮捕されました。男は容疑を否認していますが、自宅には他にも70匹余りの犬がいたということで警察が詳しい状況を調べています。逮捕されたのは宇都宮市戸上町の無職安原秀幸容疑者です。安原容疑者は去年9月自宅で飼っていた雑種犬が他の犬に噛まれて怪我をしているのに適切に保護せずに衰弱させて虐待したとして動物愛護法違反の疑いが持たれています。訪れた知人が弱った犬を見つけて保護し警察が捜査を進めていました。安原容疑者は調べに対して適切に飼育していたと供述、容疑を否認しているということです。市の保健所などには少なくとも4年前頃からたくさんの犬がいるという苦情が寄せられ、警察によりますと敷地内には他にも73匹の犬がいたということです。